おっしゃ、さっさと戻って父ちゃんに報告するってばよ。じゃあナルト君、里まで僕と競争しましょう。負けねえってばよ。僕だって負けません。俺が負けないんだってばよ。僕もです。俺だってばよ。僕です。ほんと元気ね。そうね。おい待ってくれ。まだ体の調子が。よかったな、皆も家に戻ってこの村にも平和が戻ったってわけだ。長門、なんだそれ、あの子供たちの。村の道で拾ったんだ。みんなが村に帰るどさくさで落としてしまったらしいな。あいつらまたぬいぐるみがないって大騒ぎしてるだろうな。よし、俺が届けてきてやる。弥彦、すぐ戻る、ここで待っててくれ。オイラの芸術は派手すぎて今度の実験にはふさわしくない。だと？何言ってやがる。一度オイラの芸術を見りゃその素晴らしさに虜になるぞ。お、よし、ここは一つ思いっきり派手にやってやるか。誰がこんなこと。あなたなの、あなたたちの仕業なの。いや、だが村の中でこんなものを見つけた。この葉隠れの里の火影が飛来神の術に使う特製の苦内。この葉隠れの里にすれば今回の事件はあるまじき不祥事、全てをなかったことにしたかったんだろう。木の葉の民よ、お前たちもまた俺と同じ痛みを知らなければならない。同じ痛みを知らなければ本当に他人のことを知ることはできないからだ。大国に痛みを。